태태씨. ほら、朝だよ。もう朝だから、ほら、起きて。眩しいよ、姉ちゃん。ほら、起きなさいよ。じゃないすんなよ。眠いよ、まだ。寝させてよ。ほら、お父さんたちいないからってな。しっかりしてよ。ああ、姉ちゃん、まだ。寝させてよ、俺。ほら、早くよ。起きないと遅刻するわよ。寝てたいよ。ダメ。姉ちゃん、もうちょっと寝てたいよ。ダメだよ、遅刻しちゃうでしょ。ほら起きて。ね。起きれない、起こして。何言ってんの？もうでっかいんだから自分で起きてよ。起きれないよ、姉ちゃんじゃないと。もう、ほら、起きて。ご飯できてるから。本当？うん。今日何？ご飯。うん、来てからの楽しみ。ほら、じゃあ起きてきてね。何それ。はい。僕が中学の時、父が再婚し、家に新しい義理の母と義理の姉がやってきた。初めて会った時から、お姉ちゃんは綺麗で優しくて、僕はずっとお姉ちゃんのことを。ああ、美味しかった。ああ、食べ過ぎて苦しいね。やっぱり姉ちゃんの料理一番最高。本当？うん、嬉しい。もう俺最高に幸せだよ。次何食べたい？ハンバーグ食べたい。ああ、やっぱりハンバーグ好きだね、たけしは。うん、昔からね、姉ちゃんの作るハンバーグが好き。分かった、また作ってあげるから。あったあ、そうだ、今日友達連れてくる。友達って男？何言ってんの、女の子だよ。それ、姉ちゃんとどういう関係なの？どうって、友達だよ。友達っていろいろあるじゃん。いろいろ？女友達にいろいろある？なんで、高校の同級生とか？もう、ほんと心配性なんだから、たけ